球の地形は絶えず変化しています。各大陸は一つまたは複数のプレート上に乗って地球上を動き回り、時間とともに劇的な変化をしています。今日は北アメリカに注目し、おなじみの地形や特徴が何億年という時間をかけてどのように形成されたのか見てみましょう。この話は7億5000万年前に始まります。超大陸ロディニアが不安定になり、現在の北米西海岸に沿って分裂し、パンサラッサ海を生み出します。これが古代のローレンシア大陸です。その後何億年もかけて島の連なりが大陸に衝突し、大陸地海が加わって大きくなりました。4億年前です。現在の東海岸の彼方で巨大なアフリカンプレートが少しずつ西に進み、古代のイアペトス海を閉じます。ついに2億5000万年前にはローレンシア大陸と衝突し、新しい超大陸であるパンゲアを作ります。巨大な圧力は断層や周極を生み出し、岩石を積み重ならせアパラチア山脈を形成します。少し早送りしましょう。1億年前にはパンゲアが分裂し、新生の北アメリカプレートとアフリカプレートの間にできた南大西洋が拡大しました。さらに先に進めます。東に動くファラロンプレートは現在の西海岸へと収束していきます。相対的に密度が高いファラロンプレートは北アメリカの下に潜ります。これは沈み込みと呼ばれ、マグマで満たされたマントルに水を送り込みます。その結果マグマの融点は低くなり、覆いかぶさる北アメリカプレートの中へと上昇し始めます。マグマは地下のマグマだまりから上に移動し、火山帯に沿って噴出します。地下深くにとどまることになったマグマはゆっくりと冷えて結晶化し、硬い岩石を作ります。現在ヨセミテ国立公園やシエラネバダ山脈で見ることができる花崗岩もこの一つです。それについては後で説明します。8500万年前です。ファラロンプレートは次第になだらかになり、火山活動は東に広がりますが、ついには活動を停止します。ファラロンプレートの沈み込みにより北アメリカは圧縮され、ロッキー山脈などの山岳地帯が5000キロにもわたって突き出します。ユーラシアプレートがその後すぐに北米から分裂し、北大西洋が拡大していきます。もう一度早送りします。コロラド大地が隆起しました。おそらくマントルの上向きの流れと熱くなった北アメリカプレートの両方がその理由です。遠い将来コロラド川は大地を削り、壮大なグランドキャニオンを生み出すでしょう。3000万年前にファラロンプレートの大部分はマントルの中に沈み込みましたが、最後尾がほんの少しだけが残っていて今でも沈み込んでいます。太平洋と北アメリカプレートが収束し、新しい境界であるサンアンドレアス断層ができました。ここでは北アメリカは南に動いており、北に動いている太平洋プレートに対し横にずれていきます。このプレート境界は今も存在し、1年間に3センチ動いています。これは破滅的な地震を起こすのに十分です。一方でサンアンドレアス断層は広いリフト帯にわたって北米の西側を引き離していきます。この広がった場所はベイスン&レンジと呼ばれています。隆起や浸食の結果、ヨセミテやシエラネバダでは地下深くにあった花崗岩が露出しています。1500万年間の間、マントルからのマグマは北米の西側で大きな穴を熱でこじ開け、周期的に地表まで噴出します。現在このホットスポットはヨセミテ国立公園の下にある超巨大火山にマグマを供給し続けています。過去17万4000年の間噴火していませんが、もし噴火したらその巨大な力は大陸の大半を灰で覆い、空を真っ黒にし人類を脅かすでしょう。イエローストーンの超巨大火山は地球が私たちの足元で湧き返っていることを思い出させる一つの例に過ぎません。動くプレートは地球を常に流れのある状態にしています。何億年か後に北米の地形がどのように変わるのか誰にも分かりません。大陸はゆっくりと見慣れない形に変化をしているので、地質学的な長い時間が経たないと変化は分かりません。学びが好きな人ならチャンネル登録を。猫の視点から捉えた世界史から月に居住するための条件まで、さまざまなテーマの新しい動画を公開しています。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。